今日最後にお聞をいただきますのは、1980年のアルバム、ライドオンタイムのですね、2002年にデジタルリマスターして再発をいたしました時にですね、ボーナストラックで加えた、えー、曲があります。えー、アルバムの中に入っております、マイシュガーベイブという曲がありますが、これは、えー、勝慎太郎さんの主演の彼が監督もやっておりますが、KCK というですね、ドラマの主題歌に使われました。そのテレビのですね、BGM 用にインストで一発撮りで撮った、えー、テイクがありまして、コード進行だけ同じなんですけども、えー、スタジオの中で 一発撮りでやりましたので、リズムは全然違っておりますが、いわゆるシカゴオスタイルのですね、シカゴオソウルの跳ねたビートで演奏しておるんですけども、それまでですね、こうした曲をやりたくても、なかなか日本のドラマがですね、こうしたものを演奏ができなかったんですが、えー、青山くんが登場してきて、いともたやすくこうしたビートをですね、叩ける、ついに自分のやりたい音楽をできる、えリズムセッションが生まれたという、そうしたこう、喜びに見せたテイクでございます。先ほどのデイドリームもそうですけども、この時代はクリックというものがありません。えリズム、 ブロックスなんていうのは聞いておりますので、一発撮りですが、このリズムセクションの安定感があるのは、一重に青山くんのそのタイム感の性ですね。素晴らしい正確さによるものであります。1980年にレコーディングされました、マイシュガーベーブのインストバージョン。南ンくんのキーボードをソロも素晴らしいです。